ブラッドナイトだってさ。これは戦ったことある敵ですかね。よし、じゃあ参りますか。魔法系で来るのかな。なんか物理攻撃って感じするよな。スクルト。多分ファイヤーフォースなんじゃねえかな。ファイヤーフォース。一応素早さ上げたい。どうなるかわからないから。オッケー、万全。攻撃に対しては万全ですね。スクルトは強い。あー、素早さもほぼ勝ってるか。トラジャ次第。でもパラディンってそんな足遅くないと思うんで、多分先行取るよね。取んなかった。凍てつ角来た。通常攻撃。あ、でも受け付けないのか。ただミスっただけか。ファイヤーホース。凍てつく波動があるのであれば、あんまりはしゃげないんで、ガンガン行きましょう。カブト割り。それでも一回スクルタ打つか。ファイヤーフォース、カブト割りとは。まあ一段階でも、っていうか凍てつく波動がもう一回来てくれたらすごく助かる。行動一回減らせるっていうのはすっごいでかいですからね。たとえこっちが弱体化するんだとしても。弱体化っていうか通常だもんね。通常に戻るだけだから、あ、全然嬉しいわ。マキャードぐらいなら全然問題ない。ファイヤーフォース。身にまとった。兜割り。ここで攻撃に移るか。ドルマドン。あー、そっか、パラディンだから。じゃ、ファイヤーフォース。兜割り。守備力下がる確率とかがどうやらあるみたいなんですけど、まあ多分 10% くらいかな。うわ、あぶねえ。さて、どこまでやったっけ。カブト割りでかなり下げた。フォースはほぼかけきってる。バイキルトはかけてない状況だったね。とりあえず自分を自分で回復して、3人攻撃で、これで行きましょうか。381いけば十分。大丈夫、魔法しないから。マヒアド大丈夫。一旦ベホマラ入れるか。まだ大丈夫か。でも痛恨来たら死ぬのか。いや、まだ大丈夫だな。参る。1200くらい食らわそう、みんなで。先行しろ。いいよ。2倍あるワンチャン。見とれた。ダメだ。うわ、ダメだ。ダメージはほとんどないね。トラジャがな、もっと先に攻撃できればな。まあ、1.5 倍まで。おお、うまい。1.5 倍まで増えるのであれば超うまい。ミリアの攻撃が後ろになればなるほどうまい。来た、相手使う。まあ今更ですね。さみだれ好き。じゃあまた調整入れていきましょう。もうそろそろ落ちそうな気もするんだけどね。兜割り、スクルト、ファイヤーフォース、カブト割り。やっぱファイヤーフォース効いてたな。バイキルトかけたらさらに強くなるからな。ドン。まあなかなか下がらないか。マヒアド。一回回復入れないとダメだね、これは。やばい、来た。コン、耐える。チャージ、ファイヤーフォース、ベホイムと、ベホマラーで、ファイヤーフォースで、カブト割りで。回復薬が先制取れるからね、これがうまいよね。なんといってもファイヤーフォースでほぼ倍か、ダメージほぼ倍か。
フォースってほんと強いんだな。接触波動大丈夫かー、弾き返したー。ファイヤーフォース。カブトバリドルマドン、ファイヤーフォース、カブトバリ、よし、オッケー。全然問題なく勝てたね。おー、レベル68だ。残された運命の地図だってさ、ちょっと見てみようか。残されたシリーズはね、割かし強いの出るね。5、6、7、8、9だって。9まで行けば相当強いんじゃない？これは楽しみですね。メタルキングオンリーはでもまだ出ないかな。ちょっと場所だけ見てみようか。宝の地図。68、60代はこれ初めましてだもんね。じゃあ、これ楽しみですね。ファット。これどこだ？なんか見たことある地形だな。これは、おお、なんか、セントシュタインか。違うかな。あ、違うな。セントシュタインじゃないな。あれどこだっけな。わかんねえや。とりあえず、じゃあ、今回はここまでですかね。まあ、順調ですね。レベル68がどこまで厳しいかだな。楽しみですね。では、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。